もビビビビットナイト。よいしょ、はい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 、今夜も始まりましたね、ビットナイト、ね、ビットナイト、はいはい、それではね、ね、まあ特に決めてる話ね、そうなんですよ ね、特にさっきみんなで盛り上がったのは、はい、店の中で誰に抱かれたいかっていう抱かれたいか抱かれたいか誰に抱かれたいのか、うん、誰を抱きたいのかっていう、はい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 、誰に入れられて喘ぎたいのかっていう、はいはいはい、そういう話も盛り上がりましたね、してたんですけど、ちょっとどうかな、誰がいい、誰がいいっていう結構真剣な感じで、あ、俺真剣に言うと、うん、俺ガチガチに天狗さんに抱かれたいですね、俺。あらあれっていうのはなんで、なんでなぜ俺に抱かれたいのか教えて。あ、はい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 、うん、なんでって言ったらやっぱ天狗さん、うん、やっぱかっこいいし、かっこいいし、なんかちょっと俺にいろいろ服くれたりご飯をってくれたりとかあ、やっぱなんか、うん、好き待って、このテーマ大丈夫これやめる、今思ったんだけど、このテーマは大丈夫、これやめる、じゃあルイヤマ筋肉ルイヤマ筋肉ルイヤマ筋肉ですか、はいはい、まあ、はい、何があったかわかんないですけど、だ抱かれるならですか、うん、抱くならどっちも、ああ、どっちもいいですよ、うん、どっちでも抱かれるなら、いや、やっぱり代表じゃないですかね。え、マジでリアルのタイプ言って。え、リアルのタイプ。リアルだと、リアルだと。なんかその瀬名さんを言えば、なんかとりあえず、なんや、当たり障りねえやな。やっぱそうね、5300万の、うん、プレーを抱きたいみたいな。ものはどんな感じなんだろう。5300万のもの。5300万のものではないから。まあそう。そんな顔は放棄してないからまあまあまあ。うん。まあそう。シアは？僕、あの、リアルにちょっと言う。抱かれるならやっぱ夏さん、夏さんに抱かれたい。あ、夏さんさ、うん、あ、でも優しそうだね。優しそうっすね。大きいからちょっとなんか俺は嫌なんだけど。あ、絶対チンコもでかいじゃん。なんか痛そう、早くなんか、まあまあ、嫌ですね。なんかもう、しかもそれで俺が痛がると、あ、もうええわとか言われそうじゃん。もうええわ、ええわ、もうええわ。やっぱ天狗さん優しそうっすよね、その、入れるとき。俺めっちゃ優しいね。俺超ささやかれたい。いや、ささやかれたいなって俺超言う。え、ちなみにじゃあなんでささやくか、ちょっと、え、てか俺超喋るよ、なんかエッチしてる時とか。へぇ、普通のトークするみたいな。普通のトークというか、ね、その、うん、どうみたいな。いやいやいや、気持ち悪いわ。嘘やん。じゃあなんかどうじゃないけど、なんかこのなんつうの、このなんか気持ちいいみたいな。なんかあ、言っちゃわないこれ。ほら、え、入ってるよとか言っちゃうんですか。入ってるよって言わない。今全部AV の世界で入ってるよとか言わないでしょ。今全部入ってるよ、入ってるって言ってみ、ご言ってごらんとか言わない。言わない言わないから、大丈夫、これは言わないから。AV の世界だから。おー、やっぱ逆に日の魔女、誰抱きたいの。抱きたい人ですか。俺はね、抱かれたいのはね、うん、抱かれたいやっぱ女っつなんかな。でも俺もへぇー、ナッツさん絶対優しいもんね。ナッツさん絶対優しいっすね、うん、まあ、優しいもんね。そうっすけど、うん、お前は何、俺っすか、抱きたい人ですか、うん、抱かれたいのは俺も天狗さんだとして。本当に言ってんのか。ああ、俺本当に言ってますね、うん、結構マジで、うん、はい、抱きたいのは、誰だろうな。俺なんかその、なんだろう、いや、ちょっとこの、なんかその聞かれた問いに関してを完全にぶち壊しちゃうんですけど、俺なの、抱きたくないんで。仮にを考えよう。仮によ、なんかそのお前の、仮にすか、お前はなんか抱くより抱かれたいみたいなのがいいから、はい、俺、あの、そう、抱くより抱かれたい人間なんで、結構。何の話をしてんの。いや、あの、男の人の話なんですけど、キン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 。想像していっぱい想像していっぱい。お前ちゃんと言うわ。ルイは、中山、間違えた、
あの ルイはどう？言い直してください、ちゃんと。ルイは僕はやっぱセナさんですかね。抱きたい人、1300万の抱き心地。すげえじゃん。どないなってんねやろ。どないな体しとんねやろ。体ももう穴もどうなってんの。穴もどうなってんだろうと。穴もどうなってんのやろ。どないやねんこの穴は。なるほどね。どの程度脱毛してるのか。じゃあそれでさ、なんか穴の毛は切ってるの。切ってるのか。チンチンの毛はカットしてるのか。カットしてるのか。ちゃんとしてるのか。火星なのか。焼いてるのか。火星なのか。確かに火星なのか。筋肉もどうなのか。筋肉気になりますね。気になるかな、確かに。シアはやっぱ自分はやっぱ、日の輪を抱きたいですね。え、でも日の輪を本当に日の輪をぐっちゃぐちゃにしたいです。ぐっちゃぐちゃに。お、席日の輪をぐっちゃぐちゃにしたい。本当に抱きたいの？知らないよ、俺。いや、なんか、滑ってるわ、これ。これ滑ってるわ。あ、気づいた。これ滑ってるわ。気づいた、君。なんか日の輪の何がいいって、やっぱり日の輪、体がいい。なんか音楽とかサンバル。いいよ、そういうの言わない。待って、俺それは聞いてないよ。俺それは聞いてないですよ。サンバろうか。待って、俺それ打ち合わせの違うんですよ。それは打ち合わせの違うんですよ。俺がもし、そういうキャラじゃないですよ。俺が急に仮に流したとしたらやるよ。あると思いますけどね。いや、ないと思う。わかんないけど急に行くかもしれないから。あ、まあ、それはだから一応上着は脱いどいて一応ね、すぐパッて行けるから。まあまあ、はい。で、流れたら絶対フェードアウトしてね。あ、フェードアウトするんですか。そう、何事もなかったかのように。もし仮にやったらね。あ、仮にもしやったら、もしやったらですね。そう、俺にすべてかかってるから。すげえどうでもいいですけど、ルイさんと俺めちゃくちゃ目チカチカする。そう、驚き。あ、すごいね。驚き、ニコイチ。あ、めちゃくちゃ目チカチカする。ほぼ魚ぐらいなんかチカチカする。シア君に抱かれるのは、シア君に…いや、シア君抱かれるのは俺。シア君抱かれるなら、抱かれるなら…あ、夏さん。夏さん。抱くのは日の輪。抱くのは俺。え、日の輪なんか嫌。え、何が嫌なんですか。こいつめっちゃ重そうじゃん。重そう。なんかお前一回やったらすげえ調子乗りそう。重さである感じ。あー、俺え、なんかマジでこいつ調子乗りそう。なんかその一回やったからもうなんか俺のこと好きでしょみたいな。いや、俺のこと好きみたいな。いや俺が好きみたいな。ちょっと待って。なんかもうお前あれでしょ、一回やっただけでなんか彼女面するみたいな。あれとかあるでしょ。彼氏って、彼女面、彼氏面。次いつ会うみたいなやつでしょ。あーじゃねえ。あーじゃねえ。なんかなんてコメントしたらいいんだろう。どうしようか。なんなのこのトークテーマ。てか今更だけど、このトークテーマなんなの。何も決めてないんだよ。結構、いや、めっちゃイケボの人誰？誰やろ。シアじゃない。天賀さんじゃない。シアでしょ。俺ずっと喋ってんじゃん。誰やろ。もうね、イケボに関してはちょっと、これはもう。音楽行きましょうってコメントやめまして。音楽ないと思いますよ。じゃあ俺に任せて、その辺は俺に任せて。本当にやめよう。なんかやめ、俺が、あ、じゃあ空気確かに今悪いから、悪いっす。一回ちょっと流して、一回閉めましょう。え、一回閉めるってやつか。今始まって何分よ。一回閉めよう。いや、閉める。え、なんで閉めるんですか今。え、なんか CM 前とかならまだ分かりますよ。なんか、いや、今閉める意味、これ何も考えてないから、とりあえずやらしとこうかなっていう。あ、いやいや、すげえ危ない考えじゃないですか、それ。完全に。もし流したらごめん。あ、てか、テンテンは抱かれたい人。俺、抱かれたい人。なつさん。あ、テンテンさんも抱きたいのは、シアか、なるみさん。日の輪って言いかけて。日の輪はない。日の輪って言いかけて。重いじゃん、絶対。シアはなんか、その辺分かってくれそう。分かってるからとか言いそう。分かってるみたいな。ワンナイトラブ、ワンナイトラブ。あ、分かってる、するんじゃないよね。分かってる。すげえ心外じゃん。あの、左の人めっちゃいい声って言ってんじゃん。お、テンガさんじゃないですか。え、ちょ、俺じゃないでしょ、左って。いや、てか、画面から見たら左側、天下さんですけど。何これ、どうしたらいい。はい、よいしょ。そうだよね、いい部分で。え、ほら、天下は全男性に入れられてるからな。でも、ニューハーフってやったことはあるよ。え、全然それは言えるけど。ニューハーフってやったことはあるよ。え、どうやるんですか。アナルに入れるんだよ。いや、そりゃそうだよ。どうやるって言ったら、アナルに入れるんだよ。アナルんだよ。よいしょー。アナル。よいしょ。え、それぐらいない。本当ですか。ない。え、男とチューとかあるっすよ。ノリとかじゃなくて。あ、男とチューありますよ。ノリとかじゃなくてね。え、あれ。ノリ以外では。CM 振る。CM 振る。早めろ。違う。CM、そういうのじゃなくて、そういうのじゃなくて、なんかあのほら、小さい頃にさ。違う。俺ちょっと、俺今のはダメだと思う。違う。今のはダメだと思う。違う。小さい頃にさ、なんかこう、小学
3年生、2年生とかでまだその女の子を待って、天山筋肉行かないから天山筋肉行かないからね、行っちゃうの。あ、ダメだ、天山筋肉見れるから出してないから、行っちゃうの。いつまい天天行っちゃう、いつまい天天、いつまい天天、いつまい天天行っちゃうって、いつまい天天ってなって。え、いや、なんかまたその酔っ払ったノリとかで、なんかダチョウが、あ、じゃなくて、なんかこう小学生ぐらいの時に女の子とまだチューしたことなくて、あ、チューとかしてみたいなってノリで、なんかこう、え、お布団、お布団の中でチューしたことあるよ。なんかその、あの男の、男の子とお医者さんごっこしてるのに、あ、そうそう、そういう感じ。まず男の人とお医者さんごっこしてるのがやばいですけど、小2とか小3の時ってもうなんか性の、性の垣根を超えるじゃん。性の垣根を超えていくじゃん。いや、わかんない、その相手が、ほら、その相手がハヤト。え、違う。勘弁してくれよ。あたりボロボロになるわ。ボッコボコになるの。あたりボロボロになるわ。ボコボコ、いつまでてんねん、ほんとやめ。マジない。長いからシアの方が面白い。シアの方が面白い。これは一枚点点かな。シアの方が面白い。一枚シアって語呂悪すぎません。一枚点点やばいですよ。一枚点点、ほら、せーの書きな、ほら、せーの書きな、超えてるけんつって言ってます。それか、あれ、このカメラでへそ出して誰のへそか当てるときに、そう、ほんとだ。誰の、誰のへそか当てるけん、誰のへそか当てるけん、誰のへそか当てる。 AV でよくあるやつ。そう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 、あ、いいからよくやる。企画もの、企画ものでね、企画もの、うん、自分の嫁に MC 任せてんじゃないか、ボケーだって。任せてないやん。それもハヤトさん、ハヤト売ってるセルハヤトって言ってる。闇深い人だし。あかん、闇深い人やわ。さあ、そろそろ行くぜ。いつまいなとか自分からいつまいでんて。え、じゃあ分かった、じゃあこれは平等に、平等に聞くわ。あの、誰の、誰の一枚を見たいか、誰の一枚を見たいかコメントして。一枚伝説はマジで面白くないから。いや、いや、俺かもしれないし。じゃあ待って、聞いて、俺の体そんなやつじゃないから一枚伝説。俺の、あ、じゃあ同じやつやろ、ほら、一枚伝説、同じやつやろ、同じだと思う、分かるやん。ほらほら、 ID 一緒やん。 ID 一緒やん。いや、まだ ID 違う、違う違う、ほら、一枚伝説、ほら、一枚伝説やで、めっちゃ伝説欲しい人におるよ。いつまい点々って何？あ、じゃあ分かりました。じゃあ俺音楽流すんで。じゃあ本当にごめん、俺いつまい点々だけは本当に勘弁して。本当に勘弁して。ペガさん困ってるよ。いつまい、いつまい点々だけは本当に勘弁して。させるのに。いつまい点々って。だって言ってたじゃないですか。いつまい点々って言いたくなってるよ。いやー、これやってたんですよ。いつまい点々って言いたくなってる。結構ないだけ。じゃあ俺のいつまい。なんか、もうさっきからな、テイガさんが画面から消えていくから、こう、準備した。違う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 違やめてくれや。私の点々、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 私の点々。ほら、もうだってコメントが一枚点々じゃ、ほんとやめよ。ちょ、マジ俺の体そんな安くねえから、はよしてや。あ、いや、もう言いたがり。おっ、じゃあもう言いたがりじゃない。安くない、安くない、もうそれ言わないでよとかじゃないから、やめてもらっていい。え、じゃあ俺、俺と一緒にやります。あ、ほら、 CM じゃ、CM 上げたらいいか。 CM 上げたらお前どんだろ。 CM 上げたら、完全に CM 上げたらどんだろ。あ、俺どんすか。 CM 上げたら完全にどんだろお前。え、いいの、俺でいいんだな。お前ら俺でいいんだ、知らないぞ、知らないぞ。俺でいいんだよ、俺でいいんだ、俺でいいんだ、大丈夫だよ。ね、俺でいいんだろ、コメントしろ、コメントして、俺でいいんだ。だから、いつまい点々は言いたいだけでしょ。じゃあ、あの、みんなのコメントし気持ちいいけど、一回言ってみ、いつまい点々、せーの。はい、よいしょ、OK、よいしょ。じゃあ、とりあえず、じゃあ CM 開けたら、あの、みんなのコメントで、どっちがやるか決めるから。じゃあ、とりあえず、ルイ、CM 振って。うん。面白く。面白く。じゃあ、面白く。面白く。CM の後は、誰の…これつけて喋って。どういうこと？どういうこと？どういうこと？あ、大丈夫です、CM で。先輩！なんだ？どうしても売りたいんです。でも、なかなかうまくいかなくて。お前ら、ロミジュリのシステム知ってるか？だから、頑張れば売れるんだよ。絶対やります。一生ついてきます。お前ら、やっぱりロミジュリだな。
任せる、任せる、あと任せるから、もういいか分かんないし、もう普通の気持ち、あと任せる、あと任せる、天が、あと2人、あと2人、天がさ、天がさ、ねえ、あと2人でやるの、あと2人でやるの、え、いつまいてんてんは、これもはい、ほら、ね、もうみんないつまいてんてんを求めてるじゃん、いつまいてんてんいただけでしょ、これ俺すげえじゃん、裸にジャケットでよしきじゃん、もうほとんどおぉ、もうやるのじゃあ、いや、ドラムやんないっすよ、だから椅子チキン下げましょう、一回椅子下げましょう、一回なんなの、いや、なんか、なんだろう、うん、なんか、俺さっき CM の最中に言われたのが、うん、なんか、いや、俺主任だぞって天がさ言ってるんですよね、やっぱ言ってねえだろ、いや、主任、いや、わかりますよ、俺が、その、お聞けないのは、その主任っていうのを使って、うん、こいつ、こいつ、こいつまらし聞けますよ、いや、来るんじゃない、いや、来るんじゃない、これやっぱその、いや、ただの職権乱用じゃないですか、いや、来るんじゃない、ほら、いや、来るよ、いや、来るよ、何を求めるよ、いや、来るよ、何を求めるよ、いや、来るよ、いや、本当にもう、ほら、てんてん駆け飛ぶよって言ってますよ、知らないですよ、おいおいおい、知らないですよ、誰か知らない、一人だけ思い当たる、誰かわかんない、一人だけ思い当たる、それだけ、それやばいな、呼び方にしろ、なんかその、分かり、うん、思い当たります、すげえじゃない、これ、俺、ヨシキみたいになってんじゃん、マジで裸にジャケットで、で、そろそろヘソゲームやってくる、ヘソゲーム、ほら、てんてんしてくれないと終わらないよ、誰のヘソだって、あ、じゃあ、いつ、とりあえず、何がダメなのかちょっと教えてください、ミミチ、何が、何がダメなのか、俺の体、はい、面白くないんだよ、俺の体出したって、いやいや、面白いっす、一回出してみたいな、本当に、本当にそういうのやんないで、求めて、視聴者が求めてる、そういうの寒いから、ほらほら、早よ出せよ、一回出してシガーズから出してあげると、あれ、これコラボレーションコラボレーション、いや、またいつまでなきゃ、もういいよやめとこ、やめとこ、やめとこ、俺のだけでもって、なんなん、俺のへそ見て何が面白いの1500万プレイヤーのおへそだけでもね、とりあえず、ほんとに熱いわ、どんな体なんか、そう、どんな体してるのか、体っていうのはやっぱりね、なんだろう、ほら、来週も再来週もいつまいてんてんって言われてますよ、やるまで終わんないですよ、多分これ、なんだろう、来週も再来週もいつまいてんてんやるまで終わんない、売れない漫画みたいな、売れない漫画のなんか、そのタイトルコールみたいな、やめてくれよ、確かにいつまいてんてんて、ゆうきゅうのコメント流れちゃったよ、ほら、ほら、みんなすごいじゃん、なんかやっぱ天下さん人気っすね、違う違う、俺のいつまいてんてんみたいなのが面白いん、しかも俺がいやーって言って寒いの分かるし、なんか空気感ももう読めてるんだよねその上でやりたくないんだ、その上でそうそうそう、うん、これはさせるけど、俺それ分かっててやりました、ね、後輩にはさせるけど、その責任まあ面白い、で盛り上がったよ、まあ盛り上がりました、ね、盛り上がったよ、きっとね、ちょっと一回じゃあいつまい離れますか、ちょっと一回いつまい離れますか、一回いつまい離れて、他のじゃあそうだね、なんか話題やりますか、いや、まあ、誰に抱かれたとかもちょっともうやめて、うん、どうします、何の話します、あ、決まってないね、どうしようか、うん、決まってない、ほらリクエスト、リクエスト、リクエスト、なんか何の話、何の話聞きたいとか、聞きたいとかあります、とりあえずてんてんのてんてんってなんだよチンチンみたいに言うな、てんてんちっちゃいのチンチンみたいに言うな、てんてん俺のてんてん知らねえだろ俺のてんてんは、とりあえずいつまいてんてんの話に変わってないね、変わってない、出戻り、出戻りしたわ、今出戻り、誰それ、出戻りしたわ、いつまいてんてん、ね、いつまいてんてんって何や、コメント拾っていく？コメント拾っていっちゃう？コメント拾っていこうよ。うん、いや、なんかコメント拾いたいんですけど。大概テンテン。そう、大体。パッティングテンテンしか見ない。大体いつまいテンテンなんですよね。じゃあ、だっていつまいテンテンやってもいいけど、絶対滑るやん、こんなもん。絶対滑るやん。あれ今滑った？うん、そうっすね、今。あらら、あらら。あららよ。我ら離れられないって言ってますよ、どうする、ほら、後輩滑らすんだから滑れ。確かし。確かし。あー、どうする、決まんねえよ。どうしようか。ヘソゲームしようか、やっぱり。ヘソゲーム盛り上がるぞ、ヘソゲーム行きますよ、あのカメラの前でこうヘソだーねだってヘソだーめっちゃ面白くないシュールすぎて面白いんだけど、うん、ヘソゲーム本当にやるんですか、やんないね、ごめん、うん、絶対面白くないっすよ俺は面白いよ、絶対面白くないっすよね、いやいや、天下さん、いやだからそのて、もうそのいい加減天下さんが面白い企画やるのやめましょうそうだね、あの、もういつまい、いつまいなんとかとか、あそうだね、ごめんね、うん、あ俺、あの、言うたらただの被害者なんだよそうだね、はい、でも、ちょっと美味しかったでしょ、ちょっと美味しかった、ちょっと美味しかったちょっと、ちょっとだけなんだかんだちょっと美味しかったよねちょっとだけ美味しかったですけど、天がやらないのってコメントだけであって、別に俺は日の輪だってコメント何もなかったまあ、しょうもない、しょうがないですよね、もうしょうがないよ、うん、そんなもしょうがない、うん、どうしよっか、この辺で空気か、うん、もう完全にこれで一回盛り上がっちゃうと、なんかもう、なんかスーってなってそう、しょっぱなにちょっとドカーンって疲れちゃった、ちなみに、この空気感、あ、まあいいか作ったのは、うん、まあ、うん、お前のかよ、まあ誰かなっていう、お前のかよ、
誰なのかな、この空気感を作ったのはっていう。これからやるまでいつも全然コメント続けてるからね。その SYI、 この人すごい俺に降ってくるんだよね。 SPM 怖いわ。 SY15 おてんてんのてんてん、どうしよっか。何話そうか。最近どう、最近どうって話しますね。最近どう最近どう本当ですか。リピート最近どう。あ、じゃちょっとじゃあ天賀さん、うん、じゃあ真面目な話。何真面目な話。いやちょっとじゃあ主任に昇格して、うん、心境の変化。違うか。そんなあ、すげえ。違う。ないね。あ、ないね。で終わりかな。うん、なんとか頑張って。じゃあこれさ、ちょっと話題をどんどん出していこう俺ら。あ、話題が。頑張って出しましょうか。じゃあ話題とりあえず。うん、とりあえずじゃあルイの。うん、ルイが髪の毛染めたことについて話そうか。僕が、俺こっちの方が好きっすよ。ああ、まあまあ俺も。なんかチャラく見えない。あ、いいいい。あれ？立つんじゃない？立つんじゃない？立つ。脱ぐじゃない？何？脱ぐじゃない？なんすか？脱ぐんじゃないってなんすか？どうしようか。こんなに決まらないことあるんだね。まあ、でもなぜか心はすごい穏やかな。そうですね、結構別になんかもう一回ちょっともうあっちで受けたからもうだから、そうそう、なんか何だろう、流せばいいかなみたいなところある。俺らの中でやりきった感半端ないかなみたいな。ルイ君かっこいいだって、ほら。お、ありがとうございます。やっぱりこれ、やっぱかっこいい、ルイ君。だいぶ反響あるんじゃないですか、これ、反響。あ、そうだ、反響絶対あるよ。そうですよ、筋肉いつもライブなんて、そんなの絶対受けるって。あれですか。おって言ったよ、もしかしたら反響あるかもしれないですね。いつも出てこないよ、大丈夫だよ。出ても同じ人、同じ人、また同じ、これ絶対やつなんだよ。これ絶対やつなんだよね。いや、来るんじゃない。これ絶対この SY15。 いや、なんか俺、これ絶対やつなの。俺多分、ハヤトさんか、多分ユイさん、どっちかっすね。いや、絶対。いや、俺の名前あるしね。俺多分ユイさんだと思うんですよね。永遠に言ってる人多分。いや、これハヤトさんだね。ハヤトさんですかね。君、ハヤトさんですか。ハヤトさんですか。ハヤトさんですか。ですか。闇に葬られそうな人ですか。脳天って。じゃあユイだわ。ユイさん。これユイだなんですよ。ユイさん。絶対ユイだわ。暇かよ。ライトチューブ見てんのよ。これ絶対ユイじゃん。なんかちょっと可能性ありますね。ユイ脳天って。あ、ユイ脳天って。誰これ。もういつ、いや、いつまいハヤトやばいよ、もう。いつまいハヤトなんて、レベルが違う、本物だから。ただのヤクザやん、ただのヤクザやん。音はというと、テンガさんの。何？俺が何？と言いますと。と言いますと。あ、いい、ぜひ、普通に、普通に。放送前に出さないと終われないですよ、テンガさん。いや、それで終わっても別にいいから、俺。それで終わってもいい。それで終わっても別に嫌だから、そんなのは。シアも裸、シアの裸はどう？そうですね、やっぱり俺の裸はまあやめときましょう。あれ、これはどういうことかな？振りかな？振りかな？俺知らないよ。シアってさ、ナイトジューブになるとすごいなんかこう冷静ななんかそのキャラを作り出すよね。うん、そうですね。可愛い子を作り出すよね。うん、いつまいシアシア？じゃあこれ俺がもしやったら。いつまい点ってありえるんですかね。ああ、確かに。あ、だからシアがやってなんか受けたら俺もやるわ。ああ、じゃあハードルが高い。脱いでから受けようとりあえず今何ハードルが高い。おい、やばいあと4分しかない。あれ、え、マジで。うん、ちょっとそんなもんだろ。やりましょう。いつまいシアシア、待って、いつまいシアシアでいつまい点ってやって終わるの。いやー、どうもありがとうございましたって終わる。まあ始まりそれだったんで終わりもそれでいいんじゃない。それでじゃあ分かった。じゃあ最後に全員でやーやーって誰が見たいの、その。みんなそもそもいつまいを求められてやってる番組じゃないんだよ、これ。違う、やるだろうなと思って見てないから。あ、そう、いつまいビビったりもして。いつまいビビったりもして。いつまいビビったりそれ面白くなる気がしないんだけど、大丈夫。割と最初から面白いかどうか危うかったとこなんで、多分。あ、大丈夫だよ、結構面白かった。本当ですか。じゃあちょっと俺ら画面から出るか。でもやっぱり、やっぱ手品って1回しか見せちゃいけない。そうだね、よくないよ。手の内上がしちゃったんだから、もういいよ。あ、なんかシア君上手だな、やっぱり。シア、そう言うよね、シアね。そうなの、時間だった。結局なんかその、てんてんがいつまいてんてんやるかでやらないかで結局3人も終わっちゃったんで。そうだね、長かったね。じゃあ今日コメント400ちょいぐらいなんで、次回ちょっと600いったらいつまい誰がシリーズやるとか行きましょう。
じゃあ次またみんながコメント書いてくれればくれるほど一枚誰々が増えるんだ。ああ確かに確かに、まだ一枚誰々誰か見たいのこれそもそも求められてやってることなのこれ。じゃあ俺らの女にじゃないのこれ。今夜も一枚誰々みたいな今夜も一枚誰々番組に変わってるやん。じゃあ今夜も一枚誰々ってなんだ。じゃあ視聴者的に一枚誰々を見たいかどうかだけ最後にコメントを。見たくないやろそんなもん。一枚誰々をとりあえず見たいか。見たいんじゃないかみんな。ビビットのビビットのキャストの中で圧倒的点最後やっとく。圧倒的点点最後やっとく。いや本当にざわざわざわ。最後締めて1分前だよ1分前それやるんすか。知らないですよ俺1分前それやるんすか。やめよう。なんか受ける気がしないわ。やめとこう。あ本当ですか。やめますか。やめましょう。じゃあわかりました。じゃあもう圧倒的1枚点点なんで、次は1枚点点やります。今お客さんから1枚点点で来てたわ。お客さんから。あ本当すか。何人書いてるお客さんから1枚点点。まあまあね。なんなん圧倒的1枚点点って開始みたいな。開始みたいな。圧倒的だね。圧倒的いつもざわざわざわしてね。じゃあ15秒だからあと何かやっ。とりあえずじゃあ本当にね、まとめて。まとめてまとめてまとめて。いつまい。いや、なんもない。いつまいしかないじゃん、もうこの流れ。ビビッド楽しいよ。あ、そうや。ほら、こうなるじゃん。でもなく溜まり込んだことにさえ何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ。腹くだり紛れ込み死んでしまった純情。ましてや無情なほど溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。